はい、えー、2024年度5月の17日 AI ニュースの方をお届けいたします。はい、マイクロソフトビルド2024の予想っていうお話です。はい、こちらの方ですね、エンガジェットさんの方にあったニュースです。えっ、ー、と、一番最初の冒頭にですね、えー、エンガジェットさんの記事の方がですね、マイクロソフトコパイロット信教に身を捧げ、教団にひざまずく覚悟はできていますか っていうところから始まる内容なんですね。どういうことやね、ほんまね。あの、マイクロソフト信者さんはあんまりそんなにいないのかなと思うんですけど、ま、ああのー、今月に至ってはですね、ま、まずやっぱりオープン a i 社のですね、GTP4O ですね、が発表されたこともあってで、かなり話題をかっさらっていったところもありますし、ま、あその翌日ですね、えー、Google IO でですね、まあ、ほんと一見本物そっくりのですね、プロジェクト、えー、アストラっていうね、アシスタント機能 したです、ね、AI 機能を中心に、ね、発表されたというところもあるんですけど次はです、ね、来週シアトルで開催されるマイクロソフトビルド2024っていうやつなんですね。 これですね、ちょっとね、まあの、ここに来てね、まあ、のオープン AI 社に、まあのパトロンなんですけど、<laughs> まあ中に組み込んで何を、ねえー、もう出してくるのかというところが、ね、注目されるところなんですけど、ままあ、まあ、まああの、いくつかの、ね、大きい動きがあるんではないかなということで、エンガジェストさんの方にあったんですね。で大きくは、か2つあるみたいです。 で、一つがですね、新しいサーフェイスがなんか出るんじゃないかっていうね、アップデートした形で、なんかこう、もともと、 なんて言うんでしょうね。あのー、僕、あんまりね、ちょっとね、マックユーザーなんで、<laughs> あの <laughs>、サーフェスあん知らへんから <laughs>、あの、あれなんですけど、えっ、ー、と、もともとね、つい最近出したらしいんですよ。で、出したらしいんですけど、そのアップデートしたね、やつって、意外とね、企業の顧客向けのね、えっ、ー、と、サーフェイスとして出してたらしいんですね。で、そこを、なんかまあ、コンシューマー向けにね、 あの出す、えー、っとサーフェ c スに、えー、変えるみたいでなんかよりあの薄いベゼルになって大きいトラックパッドにしたりでポート類とかもちょっと、ね、改善したりでなんといってもですねなんかあの中のですね CPU なんですかねをなんか結構新しいやつに変えたりとかっていうところで13インチと16インチのねサーフェ c スのラップトップ っていうんですかねモデルを、まあ、構成されるような感じの予想がされているということなんですね。ただ、これね、サー f a c スに関しては、5月の20日にですね、なんか、あのー、先に先行して発表するということも言ってるみたいで、その翌日に、マイクロソフトのビルド2024が行われるらしいんですね、なんか意図があるのかなっていうところもある、言われてる内容みたいですね。であと,、まああのーえー、と、タイプキー、まあ、コパイロットキーっていうのがつくのかな。 でコパイロットキー。コパイロットですね。はい。あの、キーが付くっていうね。はい。みたいです。ちょっとアホのコ,コパイロットキー。あー、アホっていうまあ、こちょっと賢くなるかもしれないね。あの 今,今はちょっとねあのおバカ、おバカさん寄りのコパイロットキーなんで,す、ね、でしょうけどね。まあまあまあ、ここに来てですね、まあ、あのサーベイスでもいろんなかす確信してやってるっていうところはあるみたいなんですけど、まあ、あのアップルもですね、M シリーズっていうチップをですね、あのまあ、搭載して iPad なんかのねあの発表なんかもちょっと新しい、えー、M4 チップっていうやつ入れたりとかして出してるんですけど、まあ、やっぱりね、あのサーベイスもそっちに寄せにやりたいらしい で,すね、でもそ,のそっち寄りにやりたいんだけどそもそもの構成するハードウェアの形がねちょっとねそれに向かないらしくてもうかなり刷新してやらない限りちょっとサーフェスの設計っていうのがね、あのー、ちょっとまだまだみたいな感じのところがあるよっていうことでこれ記事では書かれてましたね。はい、あともう一つがですね AI エクスプローラーっていうのを出すらしい。 ですね、でこの AI エクスプローラーっていうのは何ぞやっていうことなんですけどまああのー、本当に、まあ、ディスクトップ上に、あのーまあ、いわゆるエクスプローラーですねファイルとかなんかそういうのを見ていくやつなんですけどそこに AI が組み込まれてで何らかの形で、えー、とユーザーをサポートするような,なんかそういうようなものが出てくるんではないかっていうことで、えー、と言われてるみたいですまあ例えばねあのファイルこれ見つけたいんだけどこれどこにあるからみたいな感じで聞くと はいはいわかりましたみたいなパーって出すような感じなんでしょうかね。まあ,あのそんな感じでまあディスクトップ上でなんか出してくるツールとしてでなんか持ってくんちゃうかっていう話ですね。まあ、これもですねえっ、ー、と GTP4O での発表の中にまあ Mac ユーザーのになんですけど Mac ユーザーにはその Mac の中にこう、えー、GTP4 が 入れてで喋りながら何かできるっていうデモンストレーションやってましたけどまあそんな感じの種類になっていくのかなっていうねことみたいですねまあこれから先ねやっぱキーボードっていうだけじゃなくてえー、っとまあタッチパネルで画面に何か操作するっていうなんかんと入力するっていうところもあったんですけど今度は声っていうのもね結構主流に出てくるのかなと思いますねキーボード打ちながら「あそうだあのファイルちょっと見つけといてはいわかりました」みたいな感じのね、えー、ことが出てくるのか といいうのはちょっと思いますねはいで、まあ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 あのー、まだまだですねまあ、ちょっとマイクロソフトのコパイロットさんはですねちょっと欠点的な内容もちょっといろいろ踏まえてるんでね、まあ、実を言うと皆さんご存知でしたかねマイクロソフトのコパイロットってねローカルでねあのー、動作してないっていうね必ずインターネットがつながってないとできないっていうねまあそういうところもあるんで今回のこの、えー、マイクロソフトビルドではコパイロットの方もローカルに対応するんじゃないかっていう噂も出てるみたいですはい。 ちょっとね、まああの、気になるところではあるんですけど、21日から23日の間、あ、これね、登録しとかないと見れないんですよ。で、もしご興味のある方はね、マイクロソフトの、えー、ビルドのページ行くとね、あの開発者向けのね、あの内容なんで、ちょっと難しいことも混ざってますけど、もしまあ、お知りになりたい方は登録していただければいいのかなというふうに思います。はい。うん まあ、あの、他にもですね、まあ、マイクロソフトのカスタマイズ、まあ、コパイロットのカスタマイズのね、発表とか、で、拡張機能の発表とかですね、あと、チームスの内容のね、関連で AI に、えー、焦点を置いたやつとか、まあ、いろんな形のね、えー、っと、また発表があると思います。やっぱりあのー、日本でも、海外でも、やっぱりマイクロソフトの Windows ユーザーが結構多いと思いますんでね、ここから先、どんな感じで移っていくのかっていうのはね、ここの辺も注目すべき内容なのかな、っていうふうに思います。 はい。うん、まあ、注目すべきは、まあ、サーフェイスと、まあ、そのエクスプローラー的な AI の動きの、えー、コパイロット的なものっていうところかなっていうところが、えー、内容なのかなっていうふうに思いました。はい。えー、5月の17日 AI ニュースカワゴンがお届けいたしました。